自動火災放置設備。自動火災放置設備は、感知器を用いて火災により発生する熱や煙を自動的に検知し、受信機、音響装置、ベルを明をさせて、建物内に放置することにより、避難と初期消火活動を促す設備である。日本では、消防用設備、火災放置器の一種であり、消防法と条例により、一定面積以上の建物や店舗がある雑居ビル、 重要文化財などの防火対象物に設置が築けられている。略称で自家放設備とも呼ばれる。ここでは、日本の総務省消防庁が、省令、受信機に係る技術上の規格を定める省令に、定めているうちの主要な分類を挙げる。感知機や発信機の電気的な接点が閉じ、電流が流れることにより、火災信号を受信するシステム。 規模と機能により P 型1級と P 型2級及び P 型3級がある。また近年では、アドレス式感知器と従来の接点式感知器を同一回線内に混在させ、接点式の感知器が発放した際は、回線単位での火災表示、アドレス式感知器が発放した際は、個々の感知器のアドレス表示するといった、R 型とのハイブリッド仕様ともいえる受信機も登場しているが、上は、 p 型受信機に分類される。受信機のパネルに、回線、警戒区域の数だけ、表示窓、地区窓が並び、ランプ、地区灯が点灯することにより、火災の発生場所、警戒区域を特定する。受信機、感知機、発信機関の配線は、回線数、建物の規模に応じて本数が増える。感知機や、発信機に固有番号、アドレスを設定し、 伝送信号、通信により火災信号を受信するシステム。警戒区域が増えても一定の配線本数で対応できることと、固有番号、アドレスで火災の発生場所をきめ細かく特定できることから大規模な建物に適している。受信機のパネルには、地区窓ではなく液晶などの表示装置が設けられ、文字情報で火災の発生場所などを表示するものが一般的。 p 型とは違いプリンター機能がついている。なお、ガス漏れを検知して知らせるガス漏れ火災警報設備は G 型受信機と規定され、p 型受信機や R 型受信機と統合したものはそれぞれ GP 型受信機、GR 型受信機と呼称される。建物の防災センターや管理室などに設置される、感知器や発信機からの火災信号を受信し、主音響、 ブザーと、地区表示により、火災の発生とその場所を管理者に知らせるとともに、建物内に設置された、地区音響装置、ベルを鳴動させ、避難と初期消火活動を促す装置である。さらに、火災信号を受け、屋内消火栓のポンプを始動する、防灰炎設備の防火扉や防火シャッター等を制御する、通報装置と連動し、警備会社へ通報する、等、 設備と連動すするる。ための信号も出力するシステム全体に電源を供給する役割も担っており、平常時は商用電源で動作するが、停電に備えて一定時間火災の発生を警戒できるように予備電源、蓄電池を内蔵している。予備電源には寿命があり、5年前後に一度交換が電池メーカーにより推奨されている。 建物の各警戒区域に設置され、火災の熱、煙、炎を検知し、受信機に信号を送る装置。火災の熱を検知するもの、低温式スポット型感知器及び、作動式スポット型感知器についてはサーミスタを使用した熱反動体式、作動式スポット型感知器の熱伝体式タイプも普及が進んでいる。サーミスタは温度変化に応じて、 電気抵抗が変化する半導体であり、それにより測定した温度変化を電子回路で解析し、低温式、または作動式の動作をさせることができる。環境に影響されにくい安定した性能が特徴である。また、バイメタル式、ダイアフラム式の熱感知器は発砲を示す。表示灯が熱を感知している間しか点灯しないのに、対し、サーミスタを使用した場合は、 受信機側で復旧をかけるまで、自己保持させることが可能であり、発放した感知機が特定しやすいため、非火災法発生時の対処がより適切に行える。火災の煙を検知する者、防火シャッター、防火扉、空調設備の防火ダンパーなどと連動する場合もある。火災の炎を検知する者、それぞれの方式に一長一短があるため、 複数の方式を組み合わせた複合型が開発されている。人が火災を発見した場合、手動で火災信号を発信する装置。屋内消火栓の消火ポンプを起動するスイッチを兼ねる場合もある。P 型発信機の押しボタンには、火災時以外に誤って押すことを防ぐための保護板が取り付けてある。この保護板はかつてはクラッカープレートが用いられており、 いたずらなどで押された場合は保護板を新品に交換する必要があった。また点検などで押す場合はネジを外して保護板の取り付け枠を外す必要があるなど、保守点検に難があった。そこで、現在では強く押すことで、ロック機構を押し外す、カバーが割れずそのままボタンを押すことができるタイプが主流となっている。こちらは復旧レバーを操作するだけで容易に復旧が可能である。 建物内の各所に配置され、受信機が受信した火災信号を受けて明動するベル。建物全体に火災を知らせ、避難と初期消火活動を促す。なお最近では、音声警報機能を持つ非常放送設備を受信機に連動させ、自動的に音声警報音を放送するシステムで、蓄音強装置の代用とする例が多い。発信機や、 屋内消火栓などの位置を明示するために併設され、常時点灯する赤色ランプ。発信器、蓄音鏡装置、表示灯を一つの箱に収容したもの。双方板とも呼ばれる。屋内消火栓設備のある建物の場合、消火栓箱と一体になっていることが多い。なお、蓄音鏡装置を非常放送設備の音声警報で代用している場合は、発信機と表示灯のみとなる。 主に聴覚障害者や高齢者に火災が発生したこと、自動火災放置設備が発放したことを知らせるための補助装置。設置の義務はないが、総務省消防庁では主に聴覚障害者が利用する福祉施設障害者が利用する可能性の高い建物、大規模な空港や駅等には設置が望ましいとしており、平成28年には後継放送地の設置にかかるガイドライン。 平成28年9月6日付消防予第264号等も定めされている。これらの装置については、住宅用火災警報器においても後継法装置や周期発生装置など一部の補助装置が実用化されている。詳しくは、住宅用火災警報器を参照。日本では、総務省消防庁が省令で定める。 技術上の基準に適合していることを確認するため、第三者機関である日本消防検定協会が試験を及び検査を行う。検定は、形式承認と形式適合検定からなる。検定合格品でないものは、販売し、販売目的で陳列し、または工事に使用することを禁止されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。